よろしくお願いいたします。ちょっと最初に軽く自己紹介をさせていただきます。私は、株式会社ミクシーで、技術部コアプロダクト開発グループというところに所属しております。担当している仕事は、ミクシーの API、ミクシーがサードパーティー様向けに提供している API なんですが、そういうところの、管理整備などと、あとそれにまつわる認証認可管理の、開発、あと、その他社内でいろいろ使う基盤系の開発の方を担当しております。その仕事の内容もありかしまして、オーソメーション、バーソメーションという名前でいろいろ記事なども書かせていただいています。ちょっと簡単に返済していきたいと紹介させてください。今、カイクさんのアンティアカデミーという大会のところで伴奏入門を3回、予定で今使われています。あと下の方、エクソーケーさんの方で、アプリ開発者の初心者向けの講座、講座というか、連載を、10回やらせていただきました。こちらの方、よろしくお願いします。はい、では、今日の内容ですが、事前の、この講演 の、 説明文のところに、バースを作っています。バースについての、話をちょっと大きく書いてしまったんですが、ちょっといろいろな事情から、今日はあまりそこには触れません。それを期待していただいた方がいらっしゃったら大変申し訳ありません。今日のお話のメインは、OAuth 2.0 を、ブループドプランプロジェクトというふうに、我々は呼んでいるんですけれども、ちょっと拡張を入れた開発を行いましたので、それの概要について、メインでお話をしていきたいと思っています。で最初にですね、その説明をするのに、若干こう OAuth の、知識、そのところがあるのがいいので、そこを書き込み、質問する、そういうような流れで進めていきたいと思います。まず、OAuth なんですが、こちらに参加されている方は、皆さんご存知の方ばかりかとは、思うんですけども、簡単に説明させていただきます。リッチの場合ですね、ユーザーさんが、例えば、フォトを登録をしてくれました。でその情報はミクシーのデータベースに今当面、格納されています。このデータはですね、ユーザーさんがミクシー JP から、ブラウザでも人数の選んだりすると、自由に見ることができるんですけれども、このデータを、ミクシーが何外部のアプリが、利用したときというふうには、いちいちスクリーニングとかをしているわけにはできません。それを、簡単に取り出すための機構として、API を提供しています。ただ単に API を提供するだけですと、どんなアプリでもこの API を渡れるようにしてしまいますと、ユーザー様のプライバシーが守られません。私が例えばですね、友人だけに公開しているようなアプリを、どこの誰かわからない開発者が、取得してしまう、そういうのが、ちょっと、嫌ですね、皆さん、プライバシー的には問題があるかと思います。そういうのを防ごうと。ユーザーさんが認めたアプリにだけデータを返す、そういう仕組みを世界的にきちんと使用したものが OAuth になります。で、うちも OAuth を提供しておりまして、OAuth でリーダーを取った、ご指示であるアクセスを持っているアプリに対してだけ、ユーザーさんの情報、このマイリスト、フォローの情報を A アプリに返しています。ですが、そのアクセスを持っていない B アプリには、この情報を返しません。このような、機構を OAuth と、いう仕事で実施しています。で今回の、このお話の中でちょっといくつか単語が OAuth 関連の単語が出てくるので簡単にご説明をしておきます。まずアクセスとというのが、今お話ししましたが、OAuth の言い方になることを示すような値で、これを API をコールするときにくっつけてアクセスしてくれますと、ここにはデータを返していいんだなと判断するために使われる値になります。2つ目のリフレッシュトークン、こちらは、アクセストークンというか有効期限を定められるんですけれども、それが切れてしまった場合などに再発行するときに必要な値になります。
3番目、クライアント ID、これはアプリを1位に区別するための ID になります。4つ目のクライアントシークレットというのは、アプリの正体を保証するための鍵のようなもので、まあ、イメージで言うとパスワードみたいな、これを持っていれば、このアプリは本物ですというようなものになります。はい、じゃあちょっとこの辺を踏まえて、OS2.0 のグループドクラウンについてお話をしていきます。メディアでちょっとお話が出ていましたが、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、私のミクシー社は、スマホのメディアアプリをたくさん作っています。まあ、このようなリリースを、前日出しました。今、社内の方で、まあ、接種接種を作っている状態です。今まではミクシーは、まあ、公式アプリとか我々呼んでいるんですけれども、まあ、ミクシーの、機能、そのままスマートフォンに使えるようなアプリケーションを、作っていました。まあ、それだけでなく、もっともっと数を増やしていくだけではなく、たくさん作っていこうということです。でスマホのネットワークといいますと、まあ、ミクシーの ID でログインする、まあ、我々ミクシーと言いますから、まあ、そういうアプリケーションを、まあ、作るというのもありますし、またミクシーの ID を使わない新しいアプリケーションを作っていくということもやっています。今回お話しするのはこの上のミクシーの ID でログインをするアプリに関するお話になります。先ほどちょっと軽くお話ししましたが、ミクシーが公式アプリというミクシーの機能を使うためのネイティブアプリケーションを既に提供しています。まあ、今まではこの一つだけを提供しています。これをダウンロードしていただいて立ち上げますと、まず最初にミクシーのログイン画面が出てきます。ここで皆さんミクシーの ID とパスワードを入れていただいてログインというふうに、まあ、押すと思います。そうしますと、このネイティブアプリケーションは、まあ、入力していただいた ID とパスワードをミクシーの方に投げまして、でミクシー側で、まあ、このユーザーさんが誰かという、まあ、認証を確認をします。でさらに、まあ、同時に、まあ、このユーザーさんはこのアプリに関して、まあ、データを出していいですと、まあ、認可をしたと、まあ、いうことで、アクセストークンというものを返しています。でそれ以降、この公式アプリはアクセストークンを使ってユーザーさんの情報を取ってきて、で、アプリに上場していると、まあ、こういう仕組みになっています。でこれがですね、まあ、同じように、まあ、この公式アプリのようにミクシー製で、かつミクシーの ID を使うようなアプリをどんどん作っていくとどうなるか。例えば3つアプリを作ったとします。でそれをユーザーさんが全部頼もうとしてくださいました。でそれぞれ青いアプリ、黄色いアプリ、ピンクのアプリ、まあ、立ち上げますとそれぞれメイン画面が出てきます。やっぱりユーザーさんにとっては、まあ、なんかいちいち面倒くさいな、ちょっと離脱の原因になってしまったり、まあ、そういう危険性もあります。できればですね、一番最初の青いアプリはまあしょうがない、ID、パスワード入れましょう。だけど、2つ目の黄色いアプリとかピンクのアプリは、ID、パスワード入れなくても、そのままいきなりミクシーの ID で送れた状態になっていて、アプリで遊べることができる。いわゆるマッチング作用を実現することができる。まあ、こういうふうにできたらいいなと、社内の話が出てまいりました。では、これをまずどのように実現したらいいか。みんなで一回求めてみたんですが、一番最初に挙げてきたのは、まあ、このログイン画面に入力する ID とパスワードを共有しちゃえば簡単だねっていうのが最初に出てきました。で、まあ、あともう一つ、まあ、ちょっと後で話しますが、グリーニングインフェッシュトークンっていうのを共有しよう。この2枚が出てきました。まずこの ID、パスワードの共有です。こちらが最初の最初に立ち上げた青いアプリで ID パスワードを入力してもらいます。まあ、それは何らかの方法で2番目に立ち上げた黄色いアプリや3番目に立ち上げたピンクのアプリも渡してあげることで、黄色やピンクのアプリがログイン画面を出さないで、AI のアプリを使うことができると。まあ、そういうアイデアです。これを実際に実現しようとした場合、どのようにこの ID、パスワードを他のアプリに共有したらいいか、これを、まあ、考えてみたんですが、iOS とか、まあ、Android には、OS 上でその、まあ、データを
共有するための仕組みといいますか、を提供しています。iOS はキッチンサービス、Android はアカウントマネージャーという、仕組みです。でこちらはですね、アプリケーションの、署名が同一の場合にのみ、値を共有するということができます。その仕組みを使って、なんとかミクシーのアプリにだけ ID、パスワードを渡して、他社製のアプリには、そのあたりを渡さないようにするということを、実現できそうだね、という話をしました。なんかやってみた感じ、いい感じというか、ですね、ID、パスワードをユーザーさんが入力します。その後、下の方にですけれども、ID、パスワードをミクシーに送って、アクセストークの青いアプリに書いてみます。そしたら、その青いアプリが、一旦その ID、パスワードを、OS の機能のところ、キッチンサービスやアカウントマネージャーのところに登録しています。2つ目のアプリのピンクの D アプリは、OS のキッチンサービス、アカウントマネージャーから ID、パスワードを受け取ります。で、それを使ってミクシーからアクセストークを取得しています。ただ、先ほど OS が提供しているそのキーテンサービスアカウントマネージャーという、機能があるとお話をしました。でアプリの署名で、同じ、会社の、アプリかどうかを判断する。そこは OS が提供している機能だということをお話ししました。確かに、信憑性は高いは高いんですけれども、とはいえ、絶対安全かと言われると、そうとも言い切れない。例えば、ミクシー製のアプリが、とんでもない人アプリで、ガッツリ隠されて、なんかもう、ルートトレーニングの勢いで隠されたりすると、そりゃ、取れちゃいます。そういう話です。もし、それが、悪いアプリに取られてしまった場合、どうなるか。要は、ID パスワードですから、ユーザーさんの、すべての情報にアクセスすることができてしまいますよね。ちょっとこれは影響が大きそうです。でさらに、それを、対応としては、パスワードを無効化をし、することになると思うんですけれども、無効化をすると、どのような影響が出るか。もちろん、ミクシー JP の、ウェブで提供しているミクシー JP の、PC モバイル、スマートフォン、ログインは登録できません。で、ネイティブ、スマホのアプリも、当然入れません。それだけではなく、パートナー様の合同の入店のアプリを作っていたり、あと、サードパーティー様が作ってくださっている PC 連携のアプリなんかでも、その該当ユーザーさんの、追加で認可が取れなくなるので、そこで遊べなくなってしまうと。そのような影響が出てきます。ちょっと影響が大きいねという話です。では、もう一つの案で出ていた、ブルーティンクリフレッシュトークンの共有はどうかと、こちらの案に行っています。このブルーティンクリフレッシュトークンというのは、何かというか私が説明しますと、先ほど OOS の説明のときに、リフレッシュトークンはアクセストークンを再発行するためのものとお話しました。でこのリフレッシュトークン自体というのは、API にアクセスを許可するためのものではなくて、あくまでその、アクセストークンを再発行するための、ものになります。で、こちら、ブルーティングって名前付けたのはどういうことかっていうと、リフレッシュトークンは、通常1アプリごとに異なる値が割り当てられています。なんですが、グルーピングというように、ミクシーの、ミクシー社が提供しているアプリを一つのグループと考えて、そのグループに所属するアプリには、共通の一つのリフレッシュトークンを発行しましょうという考えになります。それを、ここではグルーピングリフレッシュトークンというふうに呼びます。で、このグルーピングリフレッシュトークンというのを、青いアプリで最初に取得して、黄色いアプリ、ピンクのアプリに渡していきます。こういうふうにしますと、見ていただくと分かる通り、最初にユーザーさんが青いアプリに対して ID、パスワードを渡します。ですが、その後の ID、パスワード、青いアプリがミクシーに ID、パスワードを渡して、
アクセストークンとグリーティングリクエストを取得します。これ以降、ID パスワードが出てきません。これでパスワードの漏洩の可能性が、だいぶ減っているということで、リスクが減っているということが分かると思います。で、この後は、青いアプリがグリーティングリクエストークンを、OS の機能のキーチェーンサービスとアカウントマネージャーの方に置きまして、でそれをピンクのアプリも共有する。まあ、こういう話です。で、一応ですね、もしハックされたら、もちろん、流出してしまう、漏洩してしまうリスクがあるんですが、これは、ID パスワードと違って、このグループリクエストトークンだけを持っていても、いきなりユーザーさんのデータにアクセスできるわけではありません。別途、ミクシー製アプリのブランド ID やブランドシークレットも必要になってくるからです。まあ、ただ、これら全てが、まあ、情報が揃ってしまって、残念ながらアクセスできる状態になってしまったとしても、このグルーピングリクエストトークンの場合、ユーザーさんの全ての情報にアクセスできるわけではなく、事前にユーザーさんが認可した、範囲、スコープというものですが、その範囲の情報だけに限定されるというところで、パスワードを漏洩と少しリスクの差が、比べて低くなっています。さらに、このアプリから出る影響範囲というのも、小さくて、スマートフォンのネイティブアプリだけにとどまります。この範囲でしかグルーピングリクエストを共有してないからです。で、このように ID パスワードとグルーピングリクエストークの方を比較しますと、影響を与えるアプリの、範囲ですとか、あとユーザー様の、どのようなデータに、不正にアクセスされるか、そのデータの範囲を比較した場合、断然グルーピングリクエストークを、使った方が、影響が小さく、収めることができるということが分かります。で結論として、我々はこちらの案をグルーピングリクエスト動画を共有する方を採用しました。こちらを、OS2.0 グループのブランド拡張ということで、ミクシー独自の拡張で、実装をしています。でまだこの、実装したアプリは、まあ、今まで出ていないので、まあ、これからなんですけれども、まあ、もう少し、運用の様子を見て、いい結果が出てくれば、どんどん広めていきたいなというふうに思っています。と思いですが、スマホのネイティブアプリ、先ほど、Mixie ID でログインするアプリと、そうではない、Mixie ID を使わないアプリも作ってますというお話をしていました。で、そのようなアプリ向けに、実は Mixie は共通アカウント管理機能を持ったバースを作ろうとしています。っていうのを、まあ、先ほど言いましたけど、ここを結構話をしたいなとは思っていたんですが、ちょっと今回は言えません。で、このバースですが、まあ、主な機能としては、今言った共通のアカウント管理機能というのと、まあ、プッシュ通知機能、まあ、その他バースが提供している、一般的なバースが提供していると同じような基本的な機能を、実装する予定です。でその詳しいアーキテクチャに関しては、昨日の10分20分からご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、弊社の星野が、そのアーキテクチャについて説明をしています。で共通アカウント機能、アカウント管理機能なんですけれども、まあ、今まで、先ほどまでご説明していた OS2.0 のグループドクラウドに似た、アプリ署名を利用するした、まあ、共有、アプリ共有のアーキテクチャを使って、まあ、シーズンサインを実現していく予定で、それをまあセキュアに行っていきたいなと考えているんですが、まあ、ちょっと、予想外にあまり進んでないので、それ以外の話は今日はすみません。まあ、そういうことを今考えていますということです。はい、では、今日の、まとめですけれども、まあ、ミクシーは、まあ、OS2.0 のグループドクライアント各所、まあ、独自の実装を行いました。それによって、同じ署名のアプリ同士で、認可の共有をして、シングルサインを実現しています。でこれは ID パスワードを共有するよりもセキュアで、まあ、おすすめな、実装の方法です。あと、まあ、バースも作っているんですが、まあ、そちらについては、まあ、今後